こんにちは、リリーです。さて今日なんですけれども、2024年の M6 用のマンスリー、そしてウィークリーのセットを購入しましたので、そちらをご紹介したいと思います。よろしければ最後までご覧ください。それではね、来年の分のマンスリーとウィークリー2セットを購入しておりますのでご紹介します。それがこちらです。じゃん、はい、こんな感じで購入してみました。こちらね、一つずつ見ていきたいと思います。はい、まずこちら、キキララちゃんの10月始まり、このマンスリーウィークリー、そしてね、他にもメモとかなんかシールとかね、いろいろ入っているこのセットを購入しました。私は今年こちらね、キキララちゃんのバインダーを購入したんですけど、その時にこのね、キキララちゃんのリフィルも一緒についていて、それをね、こちらのうーちゃん、このように入れて使っていました。そしてね、これはまだちょっと書き込んでいないページなんですけど、これをね、購入してからずっと使ってみて、やっぱりすごく可愛いなという風に癒されたり、まああとはね、こんな感じでもう文字だけを書いてもこう挿絵が入ってくれているので、とっても可愛く使えるというところが気に入っていたので、来年もリフィルを買おうと思っていました。それでね、最初はキティちゃんの分を買おうかなって思っていたんです。来年のキティちゃんのリフィルってすごいレトロな感じがして、それが可愛いなって思っていたんですけど、購入するぞということで見比べていたら、やっぱりね、このキキララちゃんの、なんて言うんでしょう、このピンクとか紫とかのこのふわっとした感じ、これがやっぱり可愛いなって思って、そしてあとはやっぱりね、来年もキキララちゃんのリフィルはこのうーちゃんに入れて使いたいと思っていたので、このうーちゃんに合う色味と考えると、キキララちゃんの方がやっぱり合うかなと思ってこちらにしてみました。こちらね、簡単に中身を見ていこうと思います。こちら開封しました。まずこれね、一番最初の表紙めくると、2024年そして2025年のカレンダーになっています。ちょっとね、手に持ったままだと説明しにくかったので置かせていただきました。こちらイヤリープラン、こちらが見開きで半年分ということで、見開き2ページ分ついていました。そこからを見ていくと、なんと今年の10月からもうね、使えますね。すごい可愛い絵柄でね、やっぱり10月といえばハロウィンなので、ちょっと魔女っ子っぽい感じで2人がね、乗ってて可愛いです。そして11月、12月と続いていきますが、このね、周りの色もパステルカラー、すごく可愛いなと思います。ね、1月にはちょっとこう着物とかも着たりとかして、このキキララちゃんの様子からすごく季節感を感じることもできるので素敵だなと思います。こちらね、簡単にちょっとめくっていっていますが、ね、6月のアジサイ、7月は海かな、8月はお祭り、9月はなんだろう、あのなんやろうか、そして10月はまたもやハロウィン、11月は、まあ、ホットケーキでも焼きましょうという感じで、12月、なんか空に変えるらしいです。そして1月、なんとイチゴでしたね。めっちゃ可愛いです。そしてマンスリーが終わったら、見開き2週間のページに入っていきます。これもね、こう全部ね、柄が違うんですよ。それがね、いつもめっちゃ可愛いなっていう風に思っています。ちょっとこれはね、全部見せてたら結構長くなるので飛ばします。こちらの週刊ページは来年の1月12日までついていました。その後はキャラクター紹介。すごくね、可愛いんですけど、このね、ちっちゃい子たちにもどうやらお名前があるようです。そういった雑学のようなものを知れるのもいいところかなと思います。そしてメモページ。あのね、このメモページ私めっちゃ好きで、こちらね、今使っているうーちゃんにも何枚か入れているんですけど、こちらもね、こうやって文字を書いていくだけでもすごく可愛くなるので、すごくいいなと思いますし、やっぱりね、こういう可愛いノートに文字を書くっていうのは、普通の紙に書くときよりも私はモチベーションが上がるので、こういったね、可愛いメモがついているというのはすごくありがたいです。そしてこのメモに関しては、ご覧のようにね、絵柄が変わらないので、こう絵柄がね、毎回変わるとちょっともったいなくて使えないよっていう方も安心です。こちらの罫線のページが終わると、今度は
無形のページ出てきます。この無形のメモに関しては少し柄が変わっているかなと思います。こんな感じですね。このね、無形のメモページもこうピンクからブルーへのグラデーションというのがすごく可愛いなと思います。普通にね、パステルで一色とかでも可愛いかなとは思うんですけど、なんかこのグラデーション具合が夢かわやなっていう感じでね、すごく癒されます。そしてこちら無形のメモが終わると、今度はね、切り離せるメモが数枚出てきます。これも柄は一緒なんですけど、こう少しね、なんかちぎってメモを書きたいなみたいな時にも、システム手帳にね、これが入ってると結構ね、便利だなと思う場面もあるので、これもね、来年も入れていきたいなと思います。そして次はアドレスページ。このアドレスページもね、可愛いイラストが入っているし、この周りもね、ピンクでとっても可愛いです。結構アドレスページって無機質になりがちというか、もうほんまにね、情報をバーッと書いていくみたいなページなので、元からこういうね、可愛い絵が入ってくれているとテンションも上がります。それから ID パスワードリスト、防災メモ、緊急連絡先、こちらありがたい年齢早見表、そしてなんかね、いろんな知識も書いてくれています。最後にこちらパーソナルインフォメーションとなっております。すごくね、可愛くて可愛さ重視なのかなと思いきや、実用性もバッチリあって、すごくね、おすすめのリフィルです。こちらね、私は Amazon さんで購入しました。可愛いものが好きな方はぜひチェックしてみてください。そしてこれね、リフィルが終わったらちょっと小物類がついてるんですけど、こちらね、インデックスもついています。可愛いユニコーンさんのキキララちゃんなんですけど、なんと地味に全部柄が違いますね。すごい。なんかね、こういうのってなんか全部柄が違ったらめっちゃ可愛いなって思うし、ありがたいですよね。こういうデバイダーって自分で作るのももちろん可愛いんですけど、こうやってね、可愛いキキララちゃんたちがいっぱいっていう、もうね、ありがたいです。ちなみに裏はこのような感じで星の柄なんですけど、それぞれね、色が異なるということで、こういったところもね、楽しめる要因かなと思います。そしてキキララちゃんの下敷き、こちら柄はこのような感じです。こういうね、シンプルなキキララちゃんもやっぱり可愛いなって思うのと、あとここね、リングのところに切れ込みが入っているので、リングを閉じたままでもこう付け外しが簡単というところ。そしてね、まあ結構柔らかいんですが、しっかりとしたプラスチック素材でできているので、これね、ここがね、紙とかだと、これね、切れ込みが入っていても、何回かやってたら結構へたってきちゃうんですけど、この素材だとね、私も、まあ、およそ1年使っているんですけど、ご覧のような感じで、もうね、丈夫に可愛く使えております。それから、こちらも嬉しいスライダーポケット。こういうスライダーポケットもね、結構シール入れたりとか、ちょっとしたものを入れるのによく使うので、1枚入ってくれてるとすごくありがたいです。そして最後、こちらはスケジュールシール。ご覧のようにね、なんかレッスンとか美容室とか、いろいろと書いてくれているので、結構ね、これマンスリーにちょっと貼ったらほんまに可愛くなるんですよね。デートとかお誕生日とかね、ショッピングとか、すごくいろんな項目があるので、こちらもね、来年どんどん使っていきたいです。という感じで一旦こちら、キキララちゃんのリフィル紹介でした。続きまして、こちらの2点見ていきます。まずこちら、週刊リフィルから見ていくんですけど、こちらね、ダイソーさんで売っていました。もちろん100円です。100円で1年分、しかもちゃんと日付が入ってくれているというのはめちゃくちゃ安いと思います。それでね、こちらマンスリーもあったみたいなんですけど、私が行った時にはもうマンスリーは売り切れていました。ということで、こちらね、週刊のみ購入してきました。こちらも簡単に中身を見ていきます。こちらはまず最初に2024年のカレンダーがついていました。そしてすぐに見開き2週間のページ。こちらもね、10月から使えるものなんですけれども、10月の始まりが日曜日なので、9月25日から使えるようになっていました。そしてこちらの分が今年の10月から始まって、なんとですね、来年の1月末までカバーしていました。さっきのキキララちゃんが1月の12日までとなっていたのに対して、こちらはなんとね、1月末までバッチリ使えるというね、まあね、なんともじっくり使ってくださいというような仕様になっていました。さらにこちらね、メモページも少しですがついています。
これがね、4枚ついていました。こちら普通の恵泉なんですが、最後のページにはパーソナルデータということで、落とした時にこちらに連絡してください的な、そういうものもついていました。いやー、でもこれがね、100円ってやっぱり安いなって思って、もしね、マンスリーもダイソーで買えていたら、200円でマンスリーとウィークリーが揃うっていうことになるので、もう安すぎますよね。なので結構毎年ね、すぐに売り切れてしまうという風に聞いていたので早めに行ったんですけどね、マンスリーはもうなかったです。ということでマンスリーのみ、こちらみどりさんのものを買ってきました。こちらもね、見ていきます。まずこちら開くと2024年、そして2025年のカレンダーが入っています。そして今年の12月からスタートするんですが、こちらはね、お花の柄が全面に入っているものを選びました。これね、毎月柄が違うんですよ。こんな感じでね、1月はバラかな？そして2月はチューリップ。3月は様々な花。4月も様々な花。5月も様々な花となっています。あ、6月はレモンです。ご覧のように、すごくね、様々な花がいっぱいあるので、毎月飽きずに使えるかなというところと、こちら全面に柄は入っているんですが、肝心のこのね、この1日ごとの部分っていうのは、柄が薄くなっているので、何か文字を書きたい時にも、あんまりね、邪魔にならずに使えそうだなと思います。こちらが2025年の1月まで入っていました。その後はメモページ。これもね、すごくエレガントです。お花の柄のね、恵泉のメモ帳です。そして、月刊カントリータイム花柄ということで、これは裏表紙ですね。はい、こういった感じで入っていました。これもね、すごく可愛いです。ということで、こちらね、マンスリーとウィークリーが入っているものを2セット購入したんですけれども、私はね、来年ミニ6手帳を2冊体制でいきたいと思っています。1冊目はこちら、うーちゃんです。こちらも今年に引き続き YouTube 用として使っていきたいと思っています。そしてこちらに入れるリフィルは、このキキララちゃんです。まあやっぱりね、キキララちゃんすごく可愛いし、YouTube というのは趣味なので、こうね、可愛い感じのリフィルで、こう楽しく記録していきたいなと思って、こちらを入れることに決めました。そしてもう一冊なんですけれども、実はね、私、チャンネル登録者様が1000人達成したら、新しい M6 手帳をお迎えしようということで意気込んでおります。ということなので、新しい手帳に、こちらのマンスリーとウィークリーを入れていきたいと思っています。ただですね、こちらのウィークリーに関しては、10月から使えるものなので問題ないんですが、こちらのマンスリーは、12月からとなっているので、そうですね。まあできたらやっぱり10月からこのマンスリーも使いたいなと思った時に、こちら YouTube 用の手帳に入れているキキララちゃんのリフィルなんですけど、こちらはね、まだ10月、11月、そして12月が残っているので、10月、11月、12月をこっちに移して、それでちょっと使ってみようかなと思います。ということで実際使うときはこういう感じですね。そしてこちらのキキララちゃんのリフィルに関しては来年の1月からうーちゃんに入れて使っていこうと思います。ということでこちらのセットを新しい手帳が来た時にすぐに入れられるように準備しておきます。ちょっと今ね、これミニ6のリフィル一時保存しているのがダヴィンチスタンダードなんですが、カレーパンがやってまいりました。このカレーパンさんもね、新しい手帳が届いたらそちらに行っていただこうかなと思います。でもあれですね、ダヴィンチさんが14ミリリングなんですよ。これ全部入るかな。あ、入りましたね。いけました。こちらマンスリーが今年の10月から2025年の1月までプラスメモ帳、そしてウィークリーが今年の10月から2025年の1月末までプラスちょっとメモ、あとはなんかちょこちょこっとしたものが入ってるって感じなんですけど、14ミリリング意外とやりますね。なんか割と入るんだなっていう印象です。あ、でもよかったです。新しく買いたいなって思ってる手帳は、何ミリリングかな、あれ、19ミリだったかなと思うので、まあ、それなら余裕だなということで安心しました。
はい、ということで今回は来年のマンスリーウィークリーのリフィルをお迎えしたよという動画でした。ということでこの動画楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。これからも楽しく手帳を使っていきたいと思っています。その様子を皆様に楽しくお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ほなまたね、バイバーイ。